それで、なんか私まだ何を書いたらいいかよく分かんなくてとかですね、授業だけ受けてて、実質ですがほとんどしません、していないんですけどっていう人は、就職がなかなかできないわけです。まあ、一時が万事っていうことかもしれないんですけどね。2年生の時には、大体こんな感じの人たちが入ってくるということなんです。これはね、少し前の3年生の後期の課題でですね、大きな作品作りましょうということをやりました。これは B0 ですから、B0 って言いますけど、駅張りの一番大きなポスターって以前は呼ばれていたものなんですね。で、A4 とか A3 のサイズでね、作品を作っていても、なんとなくモニターの中で、見た状態というのよく分かりませんから、一つ大きな作ろうということで、3週間ぐらいかけて、もっとかかったかな、大きな作るわけですよ。で、このぐらいのものをですね、プリントアウトしようと思うと、データそのものを大きく作らなくちゃなりませんから、自分が持っているノートパソコンあたりだと止まっちゃうんですね。ですから研究室にあるもうちょっと性能がいいパソコンで大きなデータで動かしていくっていうことが必要になってくるんですけど、なかなかですね、5人いれば全く違う中身の表現をしているわけですけれどもね、まあ、この場合は絵を描くときと同じような感じなんです。上が3年生の、後期11月ぐらいでしたね。でその後1年間、これ卒業制作です。大体対応してますから、こうしてみるとあんまり変わらないんですよ。まあ多くの人がそうですけど、3年生のね、夏休み明けぐらいの時の状況というものがそのまま卒業制作につながっちゃいます。ですから、あんまりのんびりしてるとですね、卒業制作が、ね、間に合わないという人が出てきちゃったりしますけれども、こうしてみた時に学生たちには言うんです。あなたたちね、いつまで絵描いてんのよ、そろそろ絵描くことから離れなさいよ、言うんだけど、つい絵を描いてしまうわけなんですね。絵を描かないようにしなさいっていうのはどういうことかっていうことなんですけども、私が言ってるのは絵を作りなさいよ、組み立てなさいよっていうことを言ってるんです。ついね、描いちゃうんですよ。筆でこう描いちゃうという、タブレットを使いながらなんか結局描いてる。描くんじゃないんで、置くんだよ、組むんだよ。それがなかなか、ね、理解できなかったりしますので、いつまでも描いたりしますけどもね。これはまあ自分で撮った写真をですね、コラージュ的にやって融合させてますけどもね、あとはまあ描いちゃってるということになりますよね。なかなかですね、思うようにはいきませんが、パソコンを使ったりするとですね、技術っていうものは、ね、すごく簡単なんですよね。上の方はね、名画コラージュっていうことで、フォトショップの練習の時に、3週間目ぐらいの時に、ね、課題だよって言って、名画の、どんなのでもいいからそれを切り取って、境目がはっきりしないようにね、ぼかしたりなんかしながら、ね、組み上げて新しい自分なりのイメージをコラージュしてごらんよというふうにして作ったものなんですけれども、大体誰でもやすやすとこんなものできちゃうわけですよ。それからね、こちらはちょうどまあこれからポスターがですね、選挙ポスターが入りますが、自己表現ポスター作りなさいよというふうにした。自分の顔を自分で写真撮って、それから、シミとかね、ほくろはね、こう消しちゃってね、ツルツルお肌にしてね、まあそれらは簡単にできますから、ね、これで、ちょっとキャッチコピーを入れてね、ポスター作ろうよと言うと、どうしても選挙ポスターになっちゃうんですけれども、このぐらいのものはすぐできる。誰でも大体できちゃうわけですよ。何でもできるノウハウはパソコン使えば今は手に入るわけです。しかしこれをいかにその後生かすのかっていうのが難しい。誰でも上手に書けるんですよ。できるんですよ。でも生かし方がわからない。これも課題でね、いろんな効果を使ったり、効果っていうかフィルターを使ったりなんかして作ってごらんと言うと、洒落たものは、ね、いくらでも作れるわけですよね。これが来週まで作っといてって言えば、これ2、3枚作ってきますから何でもできるんです。しかしこれをいかに生かすのか、その後自分の表現に表現として生かすのかは難しいということがあります。現在の学生たちの、私のところにいる学生たちの問題なのは、みんな上手になっちゃうんです。まあ、最初から上手な人がいますけど、
それの生かし方がわからないということがありますけどね。まあ今日はそこまでです。それで今お見せしたのは大体フォトショップ中心にしてきたような写真合成のレベルなんですね。その辺のところをどうしてるのかっていうのは皆さんも予想つくと思うんですが、イラストレーターというソフトでね、どういうふうに形を作っていくのかっていうのはちょっとよく分かんないんだけどっていう人が多いので、今日はその部分をね、ここを簡単にね、イラストレーターっていうソフトは何ができるのかというのをお見せしようと思います。この形で模様というかな、これを描きます。ペンツールを使って線を描く。輪郭線から作っていきます。線を引いて、その面に色を貼り付けていくという別の操作なんですけど、曲線の引き方です。で、これが曲線になるんですね。これをコピーして、そして左右反転して重ね合わせで合体すると一つの形ができました。でこれで中心を決めておいて角度を15度くらいかな決めて回転コピーする。それを繰り返しで進めていくと360度で一つの図形が出てくる。全部選択して線ですね、線をなしにすると。だから今これは塗り色も線の色もない状態に色を青くつけてやった。これグループ化してないと色をつけていく。スポイトで色を吸い上げる。パーツを複数選択して違う色を吸い上げてやる。だいぶ近寄ってきましたよね。こうやって重なったところを生かしながら詰めていくということですね。いわばパズルみたいにして組み上げていくのがイラストレーターのソフトの図形操作なんですよ。線と色は別物、別の指定をしていくということですね。今度はこれを作ってみようと。グラデーションのカラーグラデーションですね。これは鉛筆ツール、先ほどはペンツールでしたけど鉛筆ツールですから自在な曲線が引けるということで、今1本引きました。でこれ何本か引いてますね。シュルシュルシュッとこう適当に引いてるわけですね。今線だけ引いています。で複数選択しておいて、それを例えば20段階ぐらいに分けて結んでやると、そうすると線がいっぱい引かれるわけです。そして全部選択して今度はカラーのグラデーションつける。これ一発でカラーがつく。グラデーションは自分でね、設定、いろんな幅を設定することができます。これを上下に伸ばしてやる。こうやって模様を作っていくということになりますね。で、文字を配置する。イラストレーターの場合、文字と図形とのレイアウトが得意ですから、写真的な画像はこうやって配置をするだけですよね。はい、これは出来上がりということになります。ですからこうやってイラストレーター独特のですね、作
作り方というものがあります。さて最後にですね、フォートリアクリエイティブプロジェクトっていうのがありましてですね、これで世界中で非常に優秀な人たちがですね応募してきて、それで技を競い合うというようなことがあります。でこれもともとはですね写真販売の、まあ、企業が行っているもので、1500万点を超えるウェブサイトに、写真が載ってるんですね。それを販売するっていうのがこの会社のメインなんですけれども、制作紹介みたいなことを、コンクールでやってるということがありますので、これを見るとデジタルでの制作というものが、トップの人たちはどんなにこうかっこよくやってるかっていうのが見えるかなと思います。最初にですね、どっかでこれ見たことがあるんじゃないでしょうか。雑誌とかね、いろいろ使われてると思いますが、マルミヤンっていう日本人ですけれどもペンネームですよね。すごく華麗な感じがしますけれども、この人はどういう作品を作ってるのかという作り方をしているかをちょっと見てみましょう。はい、こういうふうにですね、ちょっと和風の感じもあるんですけれども、若々しい、シャープな感じを表現できる人ですね。この人はじめまして、マルミヤンです。若いんです。私はグラフィックデザイナーをしています。今回フォトリア10コレクションでどのように作品を作ったか皆さんにお見せします。よく使うツールはアドビのフォトショップとワコムのペンタブレットです。今回は音をメインに作品を作りました。フォトリアの写真素材がとても力強くインパクトのあるものが多かったので、その素材の持つパワーがより際立つように考えて音のイメージを表現してみました。このテーマを選んだのは、音楽が好きなので音を感じるビジュアルが個人的に好きだというのもあるのですが、今回はフォトリアの写真素材を見て使いたいモチーフを選んで自然と決まっていった感じです。今回の作品ではそれぞれのレイヤーに影を加え、より作品に深みとレイヤーの色を調整することで全体が馴染むようにしています。素材によってレイヤーの深さが違うので、配置する際に一つ一つ調整して配置しています。盆栽の写真素材と他のモチーフを組み合わせるときにペンタブレットの筆圧を調整しながらうまく馴染むようにしています。また稲妻のような光のモチーフはブラシツールでラインを制作した後、レイヤースタイルの光彩を適用して光らせています。画面全体にアクセントとしてこの光のモチーフは散りばめるように配置しました。素材はすべて彩度を落とし、部分的に赤の差し色を入れて黒と赤系で全体をまとめています。フォトリアの写真素材の中からかっこいいドアノックハンドルの素材を見つけたので、この素材をメインの盆栽に加えることにしました。両側にも小さな盆栽を配置したので、今度は別の種類のドアノックハンドルをフォトリアから探して配置しています。直感で作業を行うため、普段あまりマスク機能を使用しないので、不要な部分はどんどん削って組み合わせていくのですが、今回は写真の素材が綺麗だったので、マスクの機能を使用していろいろ調整できるようにしました。その他は普段よく使うやり方で素材を組み合わせながら作っています。見てくれてありがとうございます。この PSD ファイルはフォトリア10コレクションのサイトでダウンロードすることができます。まあ、こうやってフォトリアの 写真をね使いながらやりましたっていうことが一つのコマーシャルになっています。次にね、韓国の人なんですけども、ソン・ギュン・ゴンっていうのかな、とっても雰囲気のあるムードたっぷりのね、写真素材を使った作品なんですね。この人のを見てみましょう。これも短いです。3分ですね。はい、このおっちゃん韓国人ですね。 iPhone フォトリアハイボックスディアグロ。이번 10 프로젝트 주제로는 그리스 시내에 나오는 켄타우로스를 모티브로 잡았습니다. 켄타우로스를 떠올리면 보통 강인한 남성의 이미지로 그려지는데 이번 프로젝트를 통해 주로 미소녀의 것을 표현했었는데 마침 포토리아에서 검색하다 보니까 정말 마음에 드는 사진을 찾을 수 있더라고요.그리고하반신으로 입혀진 마대다리가 필요했었는데 이왕이면 좀 가련한 느낌의 이렇게 새끼말이 이미지를 선택했고 그 모습을 완성하게 되었습니다.
그리고 까마귀들을이용해서긴장감을넣어주고죽은나무줄기이미지를이용해서켄타우로스의주의를내려서보호해주기로했습니다그리고삭막한사막을배경으로펼쳐내전반적인분위기를더고조시켜주고하늘위에는세계의달로약간판타지한느낌을가미해보았습니다그리고그위에깃털들과눈보라와같은느낌의입자들을이용해서공간을조금더입체적으로만들어보았고그렇게마지막으로전체의컬러톤을다운시키고네이미지를선택할때부터제가원하는느낌을최대한살려줄수있는이미지소스를찾는데시간을많이투자하고그렇게얻어낸소스를가지고제가원하는부분에대해서시간이좀걸리더라도최대한몸을들여서선택을합니다제가알고있는가장잘할수있는방법은잘선택하고잘자르고잘붙이면된다는것입니다모든하반신의다리를밝은상반신과자연스럽게연결하기위해250픽셀의소프트한브러쉬를선택하고투명도는10에서 30% 를변경하면서지워주었습니다한번에지우기보다몇번을반복하면서자연스럽게상반신과연결해주었습니다그리고나서좀더리얼리티를살리기위해1픽셀의소프트한브러쉬를선택하고상반신과하반신의중간정도의컬러를선택하여그려준다음주위의여러컬러를사용하여위에서아래로점점어두워지도록마무리해주었습니다마지막으로컬러를조절하여전체적인분위기를잡아주기위해먼저채도를낮추어차분하게한다음색조에서블루계열로위치를조절해주었습니다높여주고콘트라스트를20정도높여주었습니다그리고커버마스크를이용해어두운부분을좀더어둡게하고또하나의포인트를추가해서밝은부분을좀더밝게하여좀더드라마틱한톤으로조절하였습니다지금까지저의비디오를봐주셔서감사합니다저희작품은텐컬렉션웹사이트에서확인하실수있습니다コレクションウェブサイトでね、この人たち、他の人たちのもいろいろ見ることができますけれども、ひょうひょうと簡単にやっていますけども、結構ね、高度なね、テクニックというか技をね、使ってますよね。この2人はですね、2D でしたね。今度はね、3D 的な機能を使ってイラストレーションを作っている例ですね。この人の例をちょっと見てください。これもそんなに。3分、3分40秒ですね。制作コレクト、マスコマスヨーロのシャリアルカットです。グループで作ってますね、この人たち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 。グループで作
setup, sobre todo con el equipo. Suelo utilizar más Photoshop que Illustrator y además que yo no manejo Cinema 4D. No sé hacer 3D y tampoco lo pretendo porque tengo a un equipo que lo hace mucho mejor. Básicamente lo que nos gusta transmitir es un wow effect, un primer impacto cuando descubres la imagen. Y luego, como segunda lectura, me gusta que la gente se pare a ver los detalles y que pasen un tiempo, ¿no? Y es importante también el hecho de que no sepan cómo está realizado, si de forma real o digital. En esta obra queríamos realizar una especie de laboratorio un poco freak donde ocurren cosas. La luz es muy importante para el realismo de una escena de este tipo. Todos los reflejos y todas las sombras deberían estar acordes. En nuestra imagen hay dos fuentes de luz, una que viene de arriba y otra que viene de la derecha. La escena de 3D はね、結構時間もかかるし、いろんな操作しなくちゃならないから、忍耐力がいりますよね。一つ一つパーツを作っては置いて、表面にね、テクスチャー貼って、からライティングを考えてという、そういうような操作しますから、なかなか
これは大変ですけどもね。Cierre de la parte de la pared de detrás era demasiado brillante, ¿no? Así que le aplicamos una textura de pared estropeada para poder obtener un aspecto más realista. En el caso de la Polaroid tenía una luz completamente opuesta y por supuesto la modificamos todo con Photoshop, el reflejo de la lente e incluso la sombra. En el caso de la masa de soldaditos azul, esto fue creado con Cinema 4D, por supuesto, con una nueva herramienta que se llama Sculpt y que parte de un cubo y que bueno, se va estirando a los lados para obtener la forma deseada. Básicamente el trabajo que hemos hecho para Fotolia define muy bien nuestro estilo, que es esa mezcla de 3D con imágenes reales a modo de fotocollage. Casi todo el trabajo que hacemos, aunque se haga en 3D, termina en Photoshop, donde se dan los últimos toques o se incluyen nuevos elementos. La obra es muy fiel a nuestro estilo, queremos hacer algo muy reconocible de Serial Cat, además de aportar una riqueza visual de muchos elementos y, como decía antes, un wow effect, una segunda lectura, pero que además se identificará con nuestro estilo, y creo que lo hemos conseguido. はい、今 3D 的なイラストを結局これは最後プリントアウトしてね、平面的なものにしちゃうわけですけど、こういうふうにですね、今誰でもソフトと機材があればできちゃうということですね。最後の 3D はちょっとまあ機材的に30万円ぐらいのパソコンがないと動かないかもしれないけど、 2D の方だったら10万円程度のパソコンとソフトでですねできちゃうわけですね。それから今こういう作り方、技法、テクニックにしても YouTube にいっぱい載ってますから、それを参考にしながらやっていけば、どんな田舎にいたってですね、作品作り困らないわけですよね。まあ大変な時代になっちゃったなと思いますけれども、皆さんもですね、やろうと思えばいくらでもできちゃうという時代に生きてるんだということを忘れないでほしいなと思います。さて、まあ、私が担当したのはですね、この3回です。今日は海外メディア、まあ、作る側としてのメッセージということでの紹介をしました。以上でですね、メディア、デジタル、絵画表現ということで終わります。で、宿題の方、テキストじゃないや、